ルイーズ・フランソワー,ーズ・ド・ブルボンは、今月公、ルイ3世の妻。独身の頃はマドモ・アゼルド・ナントと呼ばれていた。フランス王ルイ14世と、愛称モンテスパン夫人の諸子として、トゥルネーで生まれた。母は子供たちを産みっぱなしであったため、代わりにマントノン夫人の下で育てられた。1685年5月24日、ブルボン家冒険コンデコーの死類と結婚した。 コンデコゲは王の書士が降下されたことを喜んだというが、彼女にとっては不幸な結婚となった。夫ルイには父のコンデッコを、アンリ3世と同じく遺伝性の精神病が受け継がれており、彼は暴力を振るう冷酷な人物だったからである。その一方で知的な面もあり、ルイ15世が最初に任命した最小でもあった。ルイーズ・フランソワーズは美しく、 明けっ広げで戦場的で、その辛辣な気象を恐れられた。同母妹のウルレアン公爵夫人フランソワーズと、どちらの娘がベリーコシャルルの妻となるか競争したことで知られる。子供たちに母親として影響を与えたかといえば、そうでもなく、娘たちの幾人かは、新人深い女性に育ったが、コンデ家の遺伝性の病も同じように受け継いだ。 ルイーズの美しい像がブルボン宮殿に建てられている。ありがとうございます。